D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。恐ろしい化け物に追われましたね。あれは確かに恐ろしかった。緑コインも残り3つ。そろそろ佳境に入りそうです。さて、今回何をするかというと。あ、ここに表示されてるんだ。そう、この予言。堕落した死者といえばトゲの女王。つまりトゲキノコの沼のことでしょうか。そこにいたからね。おそらくそこだとは思うのですが、確信は持てないので、せっかく店長にヒントをもらえることですし、一度くらいはもらっておこうかなと思います。いいね。確か300かけらだったはず。ズバリ教えてくれるのかな？あ、ほんとズバリだったね。地図にピンを刺すように教えてくれた。やっぱり場所は合ってたので、早速向かうことにしましょう。山から戻る方が早いな。そうね。ただ、山のポータルは下ルートなんですよね。なるほど。まあいいや。じゃあ頑張って移動します。お、いたいた。ホタル。やっぱり今日の女王を連れて行ったのね。そんな人でも呪われるんだもんな。怖いことです。そんな力まで。ホタルすごすぎでしょ。おお、戻った。しかも美人。元の姿はこうでした。いろいろ違うね。ああ、記憶がそこで止まってるのか。悲しいわね。一応倒しているはずなんですが。同じようにおかしくはなってたけどねー。いつの時代の人なんでしょうか。飛んでった。忍者よりすごくない？最強でした。くう。負けた。敗北感を味わわなくていいから。一緒に行きたい。はいはい。預言者はあっちか。彼女は、新しい予言。寒風吹きすさぶといえば、雪山だろうな。場所はなんとなくわかったけど、彼女はいないね。どこに行ったんだ。まあ雪山に行ってみるか。ここにもいない？いないね。ここじゃないのか。でもどこかにはいるんだよな。と思うけどね。とりあえず下がってきました。あ。またかい。何？落ち着いて。
なんだと。何回落ちるの？こんなところで死んでる場合じゃないのに。悔しい。どうした？凍ってる。万象の浮遊島。そのせいで凍っちゃってるのか。それにしても見事に凍ってるね。助けを呼ぶって誰を？さっきの彼女だろうけど、いなかったんですよねー。もう一度行ってみるか。危な。やっぱりいないんだよな。誰が知ってるんだ。やめておきます。過去に行ってみるか。きっとそれがいいと思う。さすがに凍ってはないよな。だと思うけどねー。お？いた？そういうことだったのか。マジですか。そうなんだ、過去に戻れるんだ。じゃあ未来の人なのかもね。お？いや、さらばだって。待って、一緒に行こうよ。ねえってば。どっか行っちゃった。なんで？寂しいよ。一緒に行けば良さそうだけどね。ゲームだと単独行動しすぎです。もっと一緒に行きましょうよ。まあね。これでここまで来れるようになったと。これでいいんだ。あ。なんだ、びっくりしたなぁ。やっちゃったかと思った。わかるよって。そうと。あ、じゃあ行きましょうか。また空中遺跡かなー。時計仕掛けの森人ですか。機械かな。羊飼いのスーパースターだって。なんだそりゃ。ほう？なんだと？まさかシューティング？コースを？シューティング始まったー。どんだけすごいんだこのゲーム。盛りだくさんね。ダメ、攻撃が強いな。そうか、島にぶつかってもダメだ。一緒に行きたいのに。
マジ？最初なんだ。ここまでは誰も来れなかったんだね。マンフレッドと友達にならないとな。あ、もしかしてセリフを奪われて悔しいんだ。出番が取られたからね。それしか言うことがない。面白い話もしてくれない。緑コインがある。そうか。おお、表示されてる。しかもここであと3個なのね。揃うってわけか。なんか道が多そうだけど、一応一本道なのか。敵が多いね。そうですね。うわ、こういうところか。あちょ。結局励まされたし頑張ろう。嘘でしょ。落ち着いて。まったくどいつもこいつも駆け上がる。落ち着いてこうやっていけばいいか。そうそう。お、これがシールド発生装置かな。これでいいと。相変わらず難しいなー。こっちがコインで合ってるか。地面がないだと。え、170回も死んでるんだ。自分でも信じられません。あった。なるほど、勢いをつけないといけないんだ。左の幽霊かな。いけそうだね。しかし難しいぞ。よし、なんとか。え、すご。いけるとは思わなかった。チャンスをつかみました。これで近くにコインはないかな。そういうことか。まだまだ先がありそうね。ここでいいの？え？
そういうことか。またシューティングね。シームレスだな。普段はダメ攻撃じゃないと、ちょっと間に合わないかな。普通の弾が弱いね。うお、大砲タイプもいるのか。よく当たらないね。この辺は神がかってました。着いた。え、これ下に行ったらどうなったんだろう。落下して終わりじゃない。まあそうだろうけど。特に増えてないと。ここだと下に行けるけど、未来じゃ無理なんだな。ここも難しいな。右も未来じゃ行けないね。過去に戻る必要があるか。よ、思ったより飛んだ。おお、ここだ。まずは左かな。塊だけか。そういうところ多いね。まあ仕方ない。回復できただけラッキーです。ここの右はどうだろう。ここにも変化ラインがあるんだな。あ、そうそう、この辺からインという名前。先輩方からもいろんないい名前を考えていただきました。ありがとうございます。ありがとね。どれもいい名前で、結局一つに決められずに、未だに辺からインを使っちゃってます。意味ない。まあ皆さんはおのおのいい名前で呼んでくださいね。お、あった?けど、何これ、合ってる。不安になるね。まあ道なりでいいか。どうせ新しい会話もないだろうから、話は聞きませんけど。これで来れたと。そや。シューティングパートね。一気に倒せると気持ちいい。
かなか間に合わないな。必殺技みたいなのはないの？どうでしょう。多分ないと思うんですが、もう少し広範囲の技が欲しいですね。終わったか。下に入りたい衝動をぐっとこらえて。いけそうでいけないよね。そう願いたいです。右にコインか。ピストンが速いな。水中ダッシュがないと無理だね。何？引っかかっちゃった。よし。危な。ふう。どれもギリギリね。挟まると一撃なのが怖い。本ルートは下か。そっちか。いろんなエリアがあって面白いね。ほんとですね。あれ？あ、右からか。ちょっと暗いすぎてる。ここはくぐるのが正解だな。おや？回復できたね。それは嬉しいけど。どういうこと？さっきの上？あ、そこか。つまり進むためには未来が正解だったか。今のエリアに行くためのラインだったのね。そんなに重要じゃなかったな。ボス前まではなさそうだな。ただボスがどこかわからないけど。で、緑コインはあと1個です。ついに来ましたねー。
よし、シューティングだ。この繰り返しね。いいね。全部行きたいくらい。あ、しまった。下から狙った方が気持ちいいんだよ。なるべく引っつけて。今度は溶岩ね。やっぱりないよね。あれが最後の緑コインか。うわー、ワクワクする。一人だけリズムが違うよ。そういう子いるいる。もうこれか。うまい。へい、やるじゃん。思いのほかうまくいきました。うん、大丈夫だよな。ちょっと嫌な予感。あ、これは取り逃してるね。マジかよ。下からいけそうだし、間違いないな。しまったー。そこまで責任を感じなくても。いえ、全く感じてませんけど。でも結果オーライですね。ここの右ですね。そんなとこあったかなー。あ、ここか。え？これは難しい。マジで言ってるの？あ？入り口からして難しい。出たー。よく2回目で来れたね。自分でもびっくりです。やったー。これで緑コインを全部集めました。おめでとう。感慨深いですねー。最初40個とかありましたからね。そうだったね。嬉しいものです。あの宝箱に何が入ってるのか楽しみね。今はそれしか考えてません。あ、ボスだな。しかもちょうど。おお、溢れ出てる。すご。え、ボスじゃないの？
まあいいや。これだ。風車手裏剣。なんだ。できるだけキャッチせずに。ああ、そういうことか。こうですね。お、すごいじゃない。あ、トロフィーをゲットした。そんなトロフィーもあるんだね。これ、まだ出せそうだな。すごい。動かない強敵ならこれで倒せそう。問題はそんな奴いないってことですけど。そうなのよね。勝手に回復してくれるのか。じゃあもう魔力は必要ないのね。それは助かるかな。やっぱりボス戦か。おわ？これはパロってるなぁ。パロってるの。パロってます。壊せる箇所がいっぱいあるタイプか。最後は顔。敵の弾も消せるのね。ひたすらため攻撃で間違いないでしょう。うん？あ、心臓部分を壊すのか。そこも竜の炎でいけばいいのに。必要以上に壊したくないのよ。そっか？この人も元はいいロボみたいですからね。完全に壊しちゃうとまずいのか。よし。多分これを3回やればいいんだろうな。よし。あれ？そこが残ってる。そうだったか。倒したー。そんなに強くはなかったね。パロってただけでした。さっきからパロってたって何？全然話を聞いてない。もしや。おお、やっぱり。この音符はなかなか取れないねー。この忍者じゃなければ無理だったかも。あれ、待ってくださいよ。もしかしてこれで音符。全部は閉まってません。え、そうだっけ？多分。やば、じゃあクリア。近いと思います。そうなんだね。あんたはヒーローさ。龍が軽い。
名前がかっこいいよねー。名前がダメなら断ったのかな。龍の乗り。弟子になるんだね。それは言えてる。すっげえやくらいしか言えない龍ですから。まあ私も似たようなものですけども。ごめん私もだった。うわ、ここに来てこの音楽はしびれる。世界を救っちゃったよ。ああ、またプレイできるよってことね。いやあ、素晴らしい冒険でした。緑コインも全部取ったしね。そういえば風車手裏剣になったんだな。使い心地を試したい。難しいな。実戦で出しっぱなしにするのは超絶難しいぞ。これがやれたら理想なんだよね。実戦では無理かも。まあそんなところで今回はそろそろ終わりましょうか。次回はついにラストダンジョン。ついにか。お楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいなー、ノクターン。